お疲れ様です。体に悪いと思いながらもタバコを買い続ける、まあこの心理状態に追い込まれてしまったんでしょうね。で、私もタバコは、まあ、中学の頃から吸っていてですね、二十歳ぐらいに一回やめることができたんですけども、その後ね、まあいつでもやめれるやみたいな感じでまた復活したんですよ。で、そうなるといろんなロスが生じるんですよね。例えばタバコの吸えない環境にはなかなか行きたくないなみたいなことがあったり、分煙室にわざわざ行かなくてはいけなかったりとか、そもそもタバコがないぐらいでコンビニに入らないといけないとかね、ライターがないぐらいでライターを買いに行かなくちゃいけないとか、で灰皿みたいなのももう買ってしまうとか、でタバコを吸わない方とちょっと距離を取るみたいなことでロスがものすごく生じるんですよね。でもちろんそれは趣味嗜好の話だって言えばそうなんですけども、だけどもこの箱に書いてあるように確実に体に悪いよっていう、誰もが分かるようなことが、分かるような意味を込めて分かるような文字で書いてあるわけですよね。なのに吸ってしまうっていうのはどういうことかっていうと、ギャンブルで吸ってんてになるかもしんないよっていうふうな、非常に少ない確率でお金が増えるかもしんないっていうのに突っ込んでお金を減らすみたいなね、で負けてヘラヘラしてるのと同じような感覚かなと思うんですよ。でタバコっていうのはものすごい少ない確率で、まあ、全然病気にもならずに最後までね吸い切る人がいるかもしんないよねっていうところに、まあなんかね、そうなるに違いないと思ってるか思ってないか分かんないですけども、刹那的な快楽に身を委ねてしまうみたいなね、まあ例えてはあれじゃないですか、犯罪になるかもしれないと思いながらもなんかね、浮気不倫してしまってもう抵抗できないようなね、性の快楽に溺れてしまったみたいなね、ハニートラップだみたいなあったりとかするんじゃないかなと思うんですよ。でこれを人間は弱いって言葉を流行らせたのもすごいなと思うんですよ。人間は弱いですねとか、人間は不完全ですよねっていうふうに自分でも納得しちゃうんですよね。いやそんなはずはないと、俺は違うよっていうふうな言葉が流行んないんですよ。俺は他の奴らとは違うよと、そんな誘惑には負けねえよと、本当にタバコだのお酒だの他のことなど、まあ、理屈はいろいろあるけれどもやめることは俺はできると、そんな誰かのね国とかなんとかの策略にははまんないぜみたいになかなかならなくって、いや人間って弱いよねみたいなね、それでね妙に納得するところがあるんじゃないかなと思うんですよ。まあ失敗をしてもね、次頑張りゃいいじゃんみたいなとかね、明日があるさとかね、なんかね絶対に許しちゃいけない先延ばしの問題を許してしまうような心理を、こううまいことねくすぐるような言葉がいっぱいあるんですよね。だから班長ってのはまさにそこをバシッと言い当てたんではなかろうかと思うわけなんですよ。考えてみれば班長のように生きられたらね、なんで地下に行ってるんだって話なんですよね。でも班長は多分地下から抜けれることはいつでもできるみたいな状況で地下にいて地上に出ることをねなんか選んでるのかなと。つまり地下にいれば王様だけども地上に出たら土底辺なんですよね。だから自分が王様になれる環境に自分の居を構えて、それでいていつでも地上に出れる関係をこう保っていると。そして自分が地上にいた時にもう行きつけのねお上のなんか居酒屋みたいなのがあるじゃないですか。で、あら大月さんみたいな、俺のボトル残ってるみたいなやつとかね、それからなんかこうなんですか、カニチャーハンがなんか最後にサービスで出るね、オムレツライスみたいなああいうのとかね、なんかシナモンたっぷりのロイヤルミルクティーとケーキみたいなやつがありましたよね。とにかくたまに地上に出て行って行きつけのところは全部自分を神様扱いしてくれる長い付き合いのところで、でも下手に地上で人間関係広げると自分なんてね箸にも棒にもかからない人間で、どうせ一生懸命働いても派遣底辺みたいなところ分かってるから、地下でああいう風なね王様をずっと続けるのかなと思うんですよ。だから上手い生き方ですよね。自分が君臨できるようなところを見つけてそこに自分の胸を構えているってところね、すごく上手だなと思いますよね。だから本来ああ生きるべきなんですよ。でも人間にはなんかプライドみたいなのがあったりするでしょ。で私はね自分の麻雀をやってる時にいつも思っていたんですけども、自分よりも強いやつとは絶対やんないぞと思ってたんですよ、ね、それで自分とやった時に必ず俺が勝つ相手を選ぶみたいなことをやってたんですよ。まあ結果的には選ばなくてもみんなに勝てたんで全然そんなことなかったんですけども、自分がどれだけ強いのかってことを証明したくって、どっかの大会に出るとかね、なんか強いやつを求めていくみたいな、そんな何やぶしはしなかったですね。もうずっと勝ち続けて、で麻雀ではもう大月状態になってね、それで偏りが、もしかしたら麻雀長く続けてるともうどっかでね運の偏りがこう反転してくるんじゃないかなと思ったところで、もういい加減のところでやめたみたいなね。で勝ち切ってやめたみたいなところがありますよね。でもまあ麻雀店の経営では大負けでしたけど、
だからね、なんかいろいろ話しましたけども、あの結局誰もが分かってることを当たり前のようにやればいいんだなと。それがあのチャット GPI も答えてくれてるじゃないですか。やっぱり同じですよ。人間が何百人何千人何年何十年と答え続けてきた、その答えがチャット GPI でも同じ答えが出てるみたいなねそんなとこじゃないかなと思います、うん。まあ、でも本当タバコはね、寿命を縮めてもなんか寿命が縮まったってことが実感がないですよね。タバコを吸うために血吐いてたりとか指が一本取れたりとかしたら絶対吸わないと思いますけども、なんかそういうのが分かんないってところがミソですよね。である日突然手遅れのこう証書が読み上げられるみたいな感じでしょ。その時にはああもう好き勝手やったからしょうがないよねみたいな感情になってるというからくりじゃないかなと思います。本当にすごいですね、うん、うまいマーケティングですよ、タバコにしてもお酒にしても。ところが最近タバコやお酒のテレビ CM っていうのはかなり抑えられてるみたいですね、うん、なんかね、実際テレビ見てないから分かんないですけど、 CM をなくしたのかどうなのか分かりませんけど、かなり極端に減ったらしいですね。深夜枠しかダメみたいな感じになったか、もしくは全く放送してないからしいですよ、うん、もう十分タバコにしてもお酒にしても嗜好品を国民に埋め込んだんで、もう CM 打たなくても勝手に売れるっていう状態なんでしょうね。でどうせ新規は捕まえられないんで、あとは吸い続けてるヘビーユーザーの単価を上げていく作戦なのかなっていうところでございます。それじゃあいってらっしゃい。